この最後の試合を締めくくる MC を両チーム1人ずつ。109からはテル、ライマーズ会からはクラッシュ。クラッシュ行きたい、俺行きたいけど行ってくれ。再戦、1試合の中でまた再戦でございます。ではラウンド5は DJ やなたけとパナソニックが聞かせてくれますので、まずは DJ やなたけ聞かせてください。始めた時無名の前座、作り話よりできた映画、生きる伝説はバサロフォーカス、テレから来た億万長者、時計の中とはたまには廊下、茨道の先DJ。 それでは続いて DJ パナソニックビートを聞かせてください。ナイス DJ。 この最高の2つのビートを前に、まずは先攻後攻のジャンケンお願いします。最初はグーじゃんけん、はい、後攻で。では未明にビート小説の選択権がございます。じゃあ1本目、2本目、2本目で8本で、はい、8、4では DJ はパナソニックの8小節4本、先攻未明、後攻テル、これで全てが決まります。決勝戦最後は俺がレディーって言ったらみんなでファイを言ってください。大丈夫ですか？それでは戦国 3-on-3 決勝戦始めていきます。8小節は4本、先攻未明、後攻テル、レディー、おい、シンペーター見てるか？お前がおらん時の方が俺ら強いらしいわ。おい、ガードマン見てるか？昔からの連れと決勝らしいわ。なあ、テル見てるか？ずっとお前のこと追いかけてた俺が、お前と面と向かって目の前でようやく超えていけるらしいわ。上下もねえぜ、お前が誰にどんだけ出せと言われようと俺はお前を肯定する。これは最強の身内乗り、さあ俺たち平成の生き残り。10年98、俺らおかんの、お、いやおとんの名前も一緒で、98年生まれ、片親バイブス負けちゃいないぜ。いや同じ同じ、俺とお前は生まれも近くてお母さんの名前まで一緒らしくて、ほんで一人っ子の母子家庭、負けたくねえ、もう賞金欲しかねえけど、そんなことじゃねえ。まあ賞金もし取ったとしたら全部お前と二人の飯におごってもいいが、ただただプライドで負けられねえな。マジそうだよな、プライドがある、俺もそれを打ち壊したくなる。だから俺な、いらねえいらねえ、賞金金と名声のためにやるヒップホップなんてクソだ。だから俺はバビロンと仕事はしねえ。地元の友達連れてここまで来たぜ。何度も言ってるように、俺も勝つためなら吉田さんがもっと強い人用意してくれるかもね。同い年のこいつと1個上のバチスタに背中見せるのさ。レペゼンが見えてこねえ、同じだ。俺は母親に一人で育てられて借金とかあったが、俺は親に恩返しするこの MIC で。間違いねえ、俺らどこ行ったって同じような目で、クソみたいなやつが嫌いだった。夢をつかむために行った京阪線、俺は今も覚えてるぜ。金や結果めんどくせえな、成敗できない俺らの結果、天枚方ナンバーワンプレイヤー。いや、枚方大阪の地、俺は隣町京都から来て、確かに何のバックボーンもない俺でもステージじゃナンバーワンプレイヤーなのさ。全てひっくり返して分からせてきた俺ら、さあ片付けようか、これで最後だ。兄弟と決勝は最高だ。最高だな。そう、俺も何もバックボーンがないとこから、そこのお前らと同じだぜ。俺はゼロからここまで来たラッパーだ。お前らもお前らもそうだと思うんだけどな。なあ、 UMP の京都お前取ってから本戦でこの話の続きはしようぜ。
最高の決勝戦です。これで今日のチャンピオン決めたいので、ヤバかった方に今日一の手の声、まあ、手は絶対超えられないけど声で超えてください。ではいきます。先攻未明、後攻テル、戦国第33章3-on-3チャンピオン未明、そしてライマーズカーイ109にも大きな拍手をお願いします。半端じゃないっす。まずはちょっと先に109の方から一言いただきたいんですけど、もう3人ともマジでヤバかった。109超超ヤバかったでしょ。どんだけ言いますか。最高でした。まずは一言いただきたい。ありがとうございます。なんか今日は多分その名前が売りじゃないから、結構吉田さんにも無理言って出してもらったんで、ありがとうございます。ほんま吉田さん申し訳ないですって感じで、俺ら、まあ、109って、まあ、クルーっていうか、まあ、集まりの名前なんですけど、一軒家住んでて、で全部の部屋にレコーディングブースあってみたいな、2階がビートメーカーおってみたいなで、ジャギョとローマでキックティーっていうクルーがあって、でリドル K と書いたんですかリドル K とヒノキでジャック・テイラーってクルーがあって、クラップ・ザ・グラビーで、テンティ・ジョーっていう後輩がおってで、俺で、まあ、家でやってるんですけど、まあこのクルーで多分曲作って今年中に出すんで、アルバムを、まあ、それ聴いてくれればいいですね。まあ、個人的にも、まあ、自分でも作ってるんで、まあ、2年ぐらいアルバム出してないんで、まあ、結構そわそわしてるんで、またお願いします。お願いします。最高です。あーちょっと僕も一言言う、曲聴いて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 怖いって怖い曲聴いて怖いって曲聴いて全然怖い。曲聴いて。いやリドル系の曲ぜひ聴いてください。ありがとうございます。フラップザグラビーも何かありますか。ありがとうございました。まあ本当に地元でライブしてるんで、平方にぜひ遊びに来てください。ライマーズは本当におめでとうございます。マジ最高。ありがとうございました。またポケモンしような。ペースよ。ポケモンしよう。コブラまたポケモンしよう。はい、109テルがねこの2人連れてきたってなんですけど。全員ヤバくてマジで面白かったっす。そして改めてライマーズ会おめでとうございます。まずは、お三方に優勝賞金であるこの60万円を贈呈したいと思います。代表は未明でいいですか。いいですね、はい、ありがとうございます。まあいろいろ喋ってほしいんですけど、まずはこのチームでのウィニングラップ聞きたくないですか。 OK ビートはチャカがかけてくれますね。では行ってください。 Bring the beat! Yeah, 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 yeah. Tell a friend, tell a friend. Yeah, yeah, yeah. What? Yeah. まず戦国ありがとう、未明もありがとう、バチスタ君もありがとう。えよ、テル君のチームに感化されたよ。俺も仲間が飛んだんだ。えよ、しみったれた話するつもりねえけど、音楽で夢を見せなきゃ。俺の音楽はフットだけじゃなくて、誰かの心に力を、そう思うのさ。Yeah, yeah, yeah. B to the C to the S to the D. 今日こんな大勢の前でラップできてマジで最高だぜ。二人にはマジで感謝。決勝の未明のテルが熱かったように、俺もいつかサムさんとここに戻ってくるから。 Yeah, その時はやりたいぜ。 Yeah, 握ってるワンマイク、俺は死んでもパーライフ。俺別に、いや今日楽しかった人どんだけいますか。昔からの連れとこんだけの人数楽しまされるようになりましたわ。ありがとうマジで戦国、俺もクソ楽しかったで、ほんまにもう一回取れて。まあこれも俺ら一つのドラマだ、だが俺たちの旅路は終わらない。ありがとうございました。改めて大きな拍手お願いします。 Big Respect Rivers。